デルタ2000型はアメリカ合衆国で1974年から1981年までに利用された打ち上げロケット。44回の打ち上げに利用された。デルタシリーズの一つであり、4桁の数値コードで表される異なるいくつかの派生型が存在する。デルタ1000、2000及び3000型のロケットにはアポロ計画の第一弾、二段エンジンの余剰分の ロケットエンジンが使われている。初段は拡張超タンク型総ロケットで、以前のメガバイトマイナス33に変えて、サターン IB で利用された、H、H-1 に紹介集を加えた、ロケットダイン製 r s 2 7エンジンで再設計された。打ち上げ時の推進力向上のために3機から9機の、キャスター2型個体ロケットブースターが取り付けられていた。デルタ P と呼ばれる、 第2弾には TRW 製 TR-201 エンジンが使用された。TR-201 エンジンは固定噴身出力用に再設計された月着陸船用加工エンジンであった。より高い軌道へ到達するために3段構成を必要とする場合、電池点キックモーターとして最高オルセスター 37D 型及び E 型が上段として利用された。 デルタ2000の打ち上げは、バンデンバーグ空軍基地の第2発射施設西と、ケープカナベラル空軍基地の第17発射施設 AB で行われた。44機の打ち上げのうち43回が成功している。唯一の失敗は1974年1月19日の初飛行であり、軍事通信衛星スカイネットに A を利用不可能な軌道へ投入してしまうものであった。 第2弾の電子パッケージの回路基板の短絡によって上段と衛星は不安定な低軌道に投入され軌道は急速に減衰した。調査で回路基板に標準以下のコーティングが使われていたことが明らかになった。ありがとうございます。